はい、どうも、はじめましての方、はじめましたよ。この動画をご覧くださっている方は、今回はコールオブデューティブラックオプス4キルコンファームドプレイしてまいります。猫です。今回も、これ前回アサルトをちゃんと上げてたあれなんですけども、今回も、ダイヤモンドチャレンジ、これが今回は、LMG ハデス、2本目からハデスで、全アタッチメントで50キルになっております。俺たちが秀でているのは情報だけじゃない。離婚でいこう。ハデフ君、まあ、武器紹介はまた別でやらせていただくんですけども、今回、全アタッチメントということで、こんな感じで。FMJ ハイブリッドスタディレーザーフラピッドファイヤーという感じでやってまいります。まあ、ハデフ君はちょっと、また別に武器紹介に関しては、ちょっと面白いものがあるので、そちらを使って紹介していきたいので、まあ、特に今回ではご紹介はいたしません。キルコンファファイーム。ブー全部一回逃して、敵兵だ。残念、あ、残念、あ、残念、俺が残念なやつ、俺が一番残念なやつだった。クラシアス、リコン。クラッシャー。はい。やべ。あ、これ待った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 。ナイフ。素晴らしい、よくやった。というわけで、33の13。はい、というわけで、2回目、なぜか33キルしたはずなんですけど、このゲーム4でした。アシストでもキル判定になるので、正確には残り俺た28ちキがル秀ででているのは情報だけじゃない。す。1試合で28。いや、まあ、頑張ろう。ってことは、ここは初動を真ん中に行くべきかな。では、開キル始。コンファーム。作戦通りに行動しろ。ちなみに、出っ歯がついてないんでね、あんまりちょっと味方の近くにはいたくないんで、迷惑かけちゃう可能性があるんで。今の撃ってこないってことは初動誰もついてない。クラッシュ、キル。あ、しまった、間違って潜っちゃった。あ、でもちょうど向こうに何かが。潜る、ちょ、死ぬ。こちらが主導権を取った。あ、なんか後ろにね、今リードを失った。センサーだと発射準備完了。なんだ彼は。ダウン。派手だな。申し訳程度に平っといて。センサーダートを使う。こちらが優位に立っている。ああ、バレてた。主導権を失った。ふん。ロバレるよな。センサーダートの信号が失われた。お、エンジニア溢れてるいい子がいるな、アリア。今誰かが泳いでったな。敵のスカウトを排除した。お？こっちに来るかな？こっちじゃない？多分。あ、脇こっちどこだ？反対？片付けた。こちらがリードを奪った。今日まだ生きてる。味方のタックデプロイビーコン、オフライン。危ねえ。
あ、いいよ、拾って拾って、じゃない、あー森来るかな、森にあんまり顔出してこないタイプなんだこの子たちってなると、立ち回り的にはこっち、あーやべえ、泳いじゃった、あお前敵じゃんけ、スカウトダウン、クラスターグレネードを投げる、敵を仕留めた、やばい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 、どうもー、ラインバッター隠れても無駄だ、どうもー、敵を排除、情報で戦いに勝つ、CUAB は上空、ヘッド大丈夫、オープンね、なんかすっげえ壁ね、これ味方のタックデプロイビーコン、オフラインして、おやすみ、あ、何、どっから撃ってきてる、 CUAB 50% タイムチェック、ちょ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 、 CUAB が弱点エリアから離脱した、ちょ怖い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 、おおお、真ん中だね、この激アップポイントは。 OK、 俺今何キル ?14、 これだな、足フト入っちゃってるからな、正確な14キルなのかどうかがちょっとよくわかんないんだよね、ナイフだ、ナイフ、ナイフラドリで、今なんか動かなかった、そうだよ、泳いでるよね、危ねー、ん、後ろ、危ない、なんか色物みたいなやつがいんな、スナイパーだ、キャー、大人の人呼んで、大人の人、あぶねえ、大人の人じゃねえよこれは、抹殺した、大丈夫、ターゲットをマークする、どっち、この敵どっち、あー向こうか、センサーアラートを発射する、これでみんな頑張ってちょんまげ、なんか今盾持って泳いでる人いなかった、どっちか、クラッシュ KIA、 CUAB レディ、敵のウォーマシン、ウォーマシン、ウォーマシン、旋回しセンサーで目標を捉える、中間燃料チェック完了、ウォーマシンはどうしようもねって、ここ生きるよ、ナイフ、後ろ脇じゃないね、あ、海岸線行ってるな、 CUAB が作戦エリアを離れた、敵に UAB を破壊された、タックデプロイビーコン設置完了、敵を排除、あ、え、いつの間にこう足ポチ変わってるけど、これ大丈夫か、いってぇなバカ野郎、お前何考えてんだ、あー40の24、もうちょっと頑張んないと、ジャングラー無視、もう真正面のみだ、なに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 なな、いやだから。24。正式なキルであればあと4キルで終わるはずですが。センサー。いってーなー。いってーなー。え。あ、みんなかぶってる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 、あと痛い、微妙に痛い、なんかすげえ立ち回りしてる人が、
これ裏大丈夫だよね。裏は大丈夫か。ただそっちが怖いな。片付けた。おやすみ。あ、うわ、負ける？え？タックデプロイビーコンを使った。これで負けるか。フラッタン。あ、後ろはいてね。あげる、タグあげる。味方のタックデプロイビーコン、オフライン。お、なんだ、この人にだけ勝てねえな。なんなんだ。後ろ空き大丈夫？これは。海岸線やられた。フォーマシン？センサーダートを使う。これ裏脇大丈夫？あと少しだ。戦績を残せ。あ？あれ33キルしてんのに全然。センサーダートの信号が失われた。トルクダウン。あ、いや違う、これレベル50の話で。あ、よし、いった。やっはー。全面的にミッション目標を達成した。え、ああ、素晴らしい。オブジェクトレールだとあれで、あの、この真ん中を泳ぐのも有効なもんですね、意外と。最後、念のため成績だけ見てこっか。前回もう身分に速攻であれしちゃったから。はぁ、あ、完了で、ファン15の11デフでしたかね。戦績的には、あ、全然タグを取ってないですね、この男は。というわけで、まあ、ついに、せっかくだからどっちの方がいいかな。こっちの方が綺麗に映るんですよね。じゃーん、じゃじゃじゃーん。はあ、長かった。これで、アサルトライフルと LMG がダイヤモンド化しました。これに2つに関しては、まあ、多分多くの方がよく使われてると思うので、結構ダイヤモンド化しやすいというのがありますね。なんで、残り、FMG、タクティカルライフルは、スナイパーライフルに関しては、まだまだ全然なので、まあ、またダイヤモンドにがあと一歩っていう機会がありましたら、まあ、動画化でもしようかと思いますので、よろしくお願いいたします。で、今回 LMG ダイヤモンドチャレンジ50キルというわけで、これにて終了いたします。それでは、また。